これで楽しいんです。四季の森フォレを手に来てます。ニコパですね。これやっていきましょう。もうリラックマですよ。リラックマのスクイーズやっていきます。これね1000円分でねいっぱい取っていこうっていう計画です。まず狙うのはこちら。こちらはねアトレンは食ペンが欲しい。食ペンいきます。こりゃ難しいぞ、うん、諦めない心、この100円に全てをかける。ピンク、ピンクで手前に寄せるスタイル。無理だ。次の戦いだ。平成24年このゴムパッキンが必要。手前のゴムパッキン。お、指パッチンしたとともに落ちてきましたね。トリピッピお願いしましょう。トリピッピお願い。ほらどうですか、スペシャリストです。ゲットですよ。リラックマについてくる謎の鳥。いいですね。いいですね。これで5回ですよ。僕が生まれた年なんですよ。ああそうなんですか。昭和61年、うん、これ最後に取ってこう。よし行くぞ。ゴムパッキンを利用する。よしこれ取れました。ほらどうですか、ゴムパッキン。もう僕マスターしました。またやりたくなりました。ちょっとやりたくなりました、ね、リラックマの食ペンゲット。昭和48年掴むボタンもあんじゃん。これピンク、ピンクピンクピンク。これ昭和44年残り200年残り200年だ。何の何意味がわかんない。もう僕の食ペンいきます。どこまで奥行くんだろう。あ結構行くね。見て見て、あーあーあーあああああそこ取れんじゃん。取れない、取れない。あそこ取っちゃう。今日は61人で締めて終わろう。行くぞ。引っかからない程度に行く。そして食ペン、食ペン。どうですか、意外と取れますねこれ。さあ昭和61年もゲット。それではくまなく見ていきましょう。どうですか、やりたくなっちゃいました。これもう一回ですね。もう一回やります。そうですね。同時公開です。同時公開、あ、わかりました。まずはトリピッピー。トリッピーですね。しまじろうに出てきた。違いましょう。リラックマベーカリー柔らかマスコット全4種。匂いはないっす。でも安っちいあのスポンジじゃないっす。ああ。しっとりしてるんですね。安っちくないですね。うん、確かに中詰まってる感じがして。でも低反発ですね。あ、これも低反発に入ります。うん、いやもうほぼ高反発ですけど。へえ、なかなか。はい、こちら。あのね、これはね、おすすめする。これはいいですよ。これなんだこの高級感。これそうそうそう、これ触った瞬間今までとは明らかに違う触り心地だ。あの安、これも安っちくない。ない、高級感を感じるわ。そう、しかもバッグにつけれるくらい ね、 ね、おしゃれ少女に合いますね。いいね、うん、はい、1000円で3つゲットできましたね。イグラは1つの4種類です。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この動画面白かったと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。1000円で3つ取れました。みんなもね、見かけたらやってみてはいかがでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。